2016年4月4日、外務省がまとめた2016年版の外交青書原案で、韓国が戦略的利益を共有する最も重要な隣国と表現されたことについて、聯合ニュースなど複数の韓国メディアが伝えた。同原案はまた、日韓の良好な関係はアジア太平洋地域の平和と安定のため不可欠とし、昨年末の慰安婦問題をめぐる両国の合意を受け、関係が大きく前進したと評価した。昨年版の外交青書で、韓国について、最も重要な隣国とのみ触れていたのに比べれば、その前進ぶりは明らかだ。今年の案ではまた、日米同盟のさらなる強化方針のほか、安倍晋三首相の意向を受け、北方領土交渉進展のためのロシア重視の姿勢が鮮明となっている。これについて韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。また心にもないことを、歴史の歪曲と嫌韓の煽りはやめてくれ。万が一北朝鮮が崩壊した場合に占有権を得るための布石だろ。今度の選挙では親日政治家がたくさん当選するのを望んでるだろうな。歴史教科書を正しく記述し、韓国が独と日本名竹島を厳然と守ってこそ重要な隣国になれる。だから慰安婦の被害者は合意してないって言ってるじゃないか。狂った合意のせいで好き勝手にやられるばかりだ。韓国の親日派を粛清せねばならない。韓国は次に何を売り払うのだろう。ドクトが100億ウォン、約10億円くらいで持っていかれるのかな。日本の立場ではこれが本心なのでは。曖昧に慰安婦問題で合意して韓国に二度と問題を持ち出さないことを約束させたんだから。日本が欲しがってるのは北方四島だけ。ドクトと尖閣は韓国と中国のものだ。ドクトを韓国領土と認めるなら隣国にしてやろう。